おはようございます、千秋です。今日は B 動詞について説明をしたいと思います。 B 動詞は英語の基本中の基本なんですけども、よく私の弟が間違うんですよ。でそれを見た時に、あ、確かに私も英語を学びたての時すごい困惑していたな、意味がわからなかったなっていうことを思い出しました。なのでこのビデオを作っています。英語には大きく分けて2つの動詞があります。一般動詞と B 動詞です。まず一般動詞とは、全ての動作を表すものですね。なので私今喋ってます。喋るという動詞、歩く、走る、何かを書く、感じる、見る、すべてこういうものが一般動詞になります。では B 動詞とは何か。 B 動詞は必ず3つしかありません。 is, am, are、 この3つだけですね。意味は何々は何々です、何々は何々であるという意味になります。使い方があるんですけども、すごいシンプルです。 B 動詞はすごいシンプルなんですけども、ややこしい。はい、私は中学の時にですね、英語の先生方にいろいろ聞きました。はい、B 動詞の使い方を教えてくださいと、いろんな先生に聞いて一番わかりやすかった説明がこれです。主語となるものがその後に来るものとイコールである場合に B 動詞を使います。大丈夫ですか？主語となるものがですね、人だったり何か物だったり、もしくは何かの名前だったり、その主語がその後に来るもの、何か説明しているものとイコールである場合に B 動詞を使います。なのでじゃあ例えば I'm Chiaki、 私は千秋です。私イコール千秋イコールですよね。なので I am Chiaki になります。ちょっと後にまた is, am, are の使い方について説明をするの で今はこの使い方についてお話をしますね。例えば、This sofa is green、 このソファーは緑です。このソファーイコール緑なので is を使います。 I'm here、 私はここにいます。私イコールここにいるなので am を使って I'm here と言いますね。 We are so happy、 私たちは幸せです。私たちイコール幸せなので are でつなげます。グレタマ、グレタマ is yellow、 グレタマイコールイエロー黄色なのでグレタマ is yellow、He is so cute、 He is so cute、 彼イコール可愛いので is でつなげます。こんな感じでその前の最初の主語と後に来るものが同じである、イコールになる場合に is か am か are を使いますね。じゃあその次は使い分けです。じゃあまず am について説明しますね。 am は、I の後にしか来ません。なので I am で覚えていて大丈夫です。 I am、 私は何々であるという意味になりますね。 I am を省略して am と言います。 am、なのでじゃあ I'm Chiaki、 私は Chiaki です。 I'm a girl、 私は女の子です。女の子という年でもないか。 I'm a lady ですね。 I'm a lady、 私は女性です。私イコール女性なので am でつなげますね。 I'm a lady、 もしお医者さんであれば I'm a doctor、 私イコールお医者さんなので I'm a doctor。 I'm tall、 私は身長が高い、私イコール身長が高いイコールなので am でつなげます。 I'm in England、 私はイギリスにいます。私イコールイギリスにいるので am でつなげますね。この時にもし I am England って言った場合は私はイギリスですになります。私イギリスでないです。はい、なので I am in England、 in をつけるとイメージ的にですね、何かの中にいるっていうことになります。なのでイギリスという国の中に私はいます。 in をつけてイギリスの中にいます。 I'm in England、もし I am Japan って言った場合は間違いですね。私は日本じゃないので、はい、 I'm from Japan が当たってます。 from は何々からというイメージがあります。もしくは何々出身ですね。 I'm from Okinawa、 I'm from Japan。 次は is についてです。is は単数のものに使います。その次の are は複数のものに使います。
複数たくさんあるものに使いますね。なのでじゃあ、例文、赤ちゃんがいます。 That baby is so cute. That baby is so cute. 赤ちゃんが一人しかいないので is をつけますね。たくさんの赤ちゃんがおぎゃおぎゃ泣いて、たくさんの赤ちゃんがいてでも可愛いねっていう場合、 Those babies are so cute. Those babies are so cute. are をつけます。たくさんなので are。なぜ赤ちゃんの例文が出てきたんだろう。あの昨日ちょうど、お仕事から帰ってきて、飛行機の中が赤ちゃんだらけでした。ホリデー？いやホリデーじゃないか。なぜだろう。赤ちゃんがたくさんいたんですよ。はい。じゃあ他の例文ですね。That flower is beautiful. Flower、一本しかないフラワー、お花が可愛いという場合は is をつけます。Those flowers are beautiful.Those flowers are beautiful.、たくさんの花が広がっていて、これすごい綺麗だわっていう場合は are をつけますね。複数なので Those flowers are so beautiful. もう一つ are はあなたという時にも使います。 You are もしくは私たち We are 彼ら They are。 まあ We are 私たちなのでもう複数形になってますよね。 We are from Japan 私たちは日本出身です。私たちなので are になりますね。彼ら they are from England、彼らはイギリス出身です。彼らというもう複数になっているので are をつけます。 you の後はもう自動的に are がきます。なのでこれもあの I am と同じように you are セットで覚えていていいと思います。 you are so tall、 あなた身長高いわね。 you are so tall。 you are so funny、 あなたって面白いわよね。 you are so funny、you are right、 あなたが言ったこと当たってるわ。 you are right、 you are absolutely right。 はい、こんな感じで使いますね。いかがでしょうか。まあ、一応あの一通り説明をしてみたんですけども、弟よ理解したか。もう今日もご視聴いただいてありがとうございます。インスタグラムに Facebook、 あと Twitter もしているので、よかったらフォローしてください。皆様からのリクエストなどもお待ちしております。下に何か書いてくださいね。はい、ってことでじゃあ今日はこの辺です。じゃあ皆さんも Have a lovely day and see you guys next time. Bye bye.